こんにちは、シュウキです。今回紹介するデッキは翡翠ベアルクティです。ベアルクティは手札消費が激しいテーマで、これまで紹介した派生デッキではいかにリソース消費を軽減するかを考えてきました。今回は逆に素早い展開を諦め、翡翠で盤面を維持しながらゆっくりとリソースを用意していくデッキにしてみました。サーチとドロー手段を豊富に用意した60枚構成になっています。それでは対戦の方を行っていきたいと思います。対戦よろしくお願いします。翡翠のアクティを通常召喚して効果発動。手札を捨ててワンドロー。さすがにこの手札だと動けないのでターン終了。楽印断罪を墓地へ送りデッキに戻しワンドロー。ザ・ビーステッド・ルベリオンの効果。マグナムートを手札に加える。融合破壁。ここで増陣を発動します。増陣が通る。アルバスの楽印を特殊召喚。で、そのままバトル。アクティを破壊。アルベルを召喚。楽印融合を手札に加え、発動。深淵竜アルビオン。楽印断罪の効果。楽印融合を手札に戻す。で、ターン終了。ドロー。翡翠溶乱を発動。エジルを手札に加えます。そのまま召喚。効果発動。翡翠溶乱を手札に加えます。発動。エジルランを手札に加え、効果発動。エジルランを特殊召喚し、さらにトークンを特殊召喚。ここで増資。まあ、それはいいかな。エジルギュミルをシンクロ召喚。ここでアルビオンの効果。アルビオン除外しちゃうと、アルバスの楽印が出てきて、エジルギュミルを素材にされちゃうので、翡翠侵食で止めるっていう手はあるかな。いや、いいかな。止めなくて。アルバスの楽印を相手フィールドに、増陣をこっちのフィールドに特殊召喚。で、アルバスの楽印の効果。これをエジルギュミルで止めます。ギュミルの効果で楽印を除外するので不発になると。サロニールの効果。そしたらバトルかな。エジルギュミルでアルベルを攻撃。一応もう一枚伏せといてターン終了。楽印融合、それは翡翠侵食で止めます。エジルを破壊して楽印融合を無効。アクティの効果。ここでハッカーナ。まあ別にコスクロアは回収できるのでそんなに困らないかな。エジルを特殊召喚。効果でイニオンクレイドルを手札に加えます。アルバスの楽印、それはエジルギュミルで止めます。マグナムート増陣打つ？一応打っとこっか。サロニールを除外して特殊召喚で
エンドフェーズにサーチ。墓地からルベリオンを特殊召喚。ストラクインを魔法トラップゾーンに置く。で、バトル。自爆投稿してくるな。まあいいや。トレモラは使わなくていいかな。まだ取っときたい気がするな。アルベルを特殊召喚。増人を攻撃。で、ターン終了。マグナムートの効果。ルベリオンを手札に加える。ドロー。ペアルピティラディエーションを発動。深海のディーバを通常召喚して効果。気泡棒デュオギニスを特殊召喚。相手のデッキの上から3枚を除外します。ポラリーをシンクロ召喚して効果発動。さらにラディエーション。ワンドロービッグディッパーを発動。メガタナスがダブりまくってるな。ミクタナスの効果。手札から特殊召喚。ミクタナスの効果とラディエーションの効果。ワンドローして、メガタナスを回収。メガタナスの効果。手札から特殊召喚。メガタナスの効果。さらにラディエーションの効果。ワンドロー。裏守備に変更。楽園相手だとフォーラスターを出したいな。ラディエーションの効果でワンドロー。ベアトロンアルファを特殊召喚。効果でクイントチャージを手札に加えます。ラディエーションでワンドロー。フォーラスターの効果。セプテントリオンを特殊召喚。ラディエーションでワンドロー。フォーラスターの効果。手札のメガタナスとフォーラスターをリリースして、グランシャリオンを特殊召喚。グランシャリオンの効果。ルベリオンは倒せないか。じゃあルベリオンとラディエーションを破壊。ラディエーションの効果でワンドロー。ディオギニスの効果。除外して攻撃力を上げます。バトル。エジルで攻撃。ダイレクトアタック、ダイレクトアタック、ダイレクトアタック。はい、対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。封印の黄金室。雷獣竜サンダードラゴンを除外。これ止めとこうかな。うらら。ホルスの栄光イムセティ。王の棺を手札に加え、ワンドロー。で、発動。そしたらこの辺で掃除。このターンは棺割れないので、そこはしょうがないですね。イムセティ。ハーピー。サンダードラゴンの効果。サンダードラゴンを手札に加える。で、サンダードラゴンフュージョン。
将来流を融合召喚。さらにサンダードラゴンの効果。サンダードラゴンをサーチ。もう一枚。なるほど、王の棺のコストになるんだ、サンダードラゴンが。面白いですね。では、無手符を墓地に送り。さらに、ケベンセネフを墓地に送る。ケベンセネフを蘇生。こんだけドローして、レベル7以上が引けない。では、無手符。お？リンクゴッドドラゴン。さて、こいつどうしようかな。まあ、維持コストがあるので、そこまで気にしなくてもいいのかな。必須溶乱から行ってみましょうか。エジルラーンを手札に加えます。効果発動。手札から特殊召喚して、さらにトークン。エジルギュミルをシンクロ召喚。ラディエーションを発動。ミクタナスの効果。手札から特殊召喚。ミクタナスの効果と、ラディエーションの効果を発動。ワンドローしてメガポーラを手札に加え、メガポーラの効果。手札から特殊召喚。メガポーラの効果。さらにラディエーションの効果を発動。ワンドロー、王の棺を破壊。深海のディーバを通常召喚、効果発動。気泡棒デュオギニスを特殊召喚。デュオギニスの効果で相手のデッキの上から5枚を除外。サンダードラゴンが効果を発動する。手札を戻してワンドロー。ベアルクティポラリーを特殊召喚。ポラリーの効果。さらにラディエーションの効果。うららを引いてた。リンクゴッドドラゴンを奪っちゃえばいいのか。ビッグディッパーを発動。ディパーチャーを発動。ミクポーラとメガベリスを手札に加え。ポーラスターを特殊召喚。ラディエーションでワンドロー。ミクポーラの効果。手札から特殊召喚。ミクポーラの効果とラディエーションの効果。ワンドロー。さらにサーチ。メガビリスの効果。ベアトロンアルファをリリースして、メガビリスを特殊召喚。メガビリスの効果。さらにラディエーションでワンドロー。ポーラスターの効果。セプテントリオンを特殊召喚。ラディエーションでワンドロー。ポーラスターの効果。グランシャリオを特殊召喚。効果発動。ラディエーションを破壊。ポラリーの効果。メガベリスをリリースして、メガタナスを特殊召喚。シンクロ召喚。電脳解雇シェンシェン。これでカウンターが7つ溜まったので、リンクゴッドドラゴンのコントロールを奪えない。他のカードの効果を受けずか、これは読んでませんでした。トレモラの効果。エジルを特殊召喚。火力を下げられるようにしておくのがいいかな。ミニオンクレイドルを発動。エジルランを回収。ターン終了。こんだけ手札があっても倒せないのか。
他のカードの効果を受けないので意味ないですね。なるほど、サンダードラゴンの除外される効果と相性がいいのか。面白いデッキですね。5枚を除外。サンダードラゴンフュージョンの効果。サーチはやめといてもらおうかな。雷電流の効果。いずれか一つなので、エジルギミで除外しちゃいましょうか。で、もう一枚の雷電流。バトル。シンシンを攻撃。ドロー。ディパーチャーでメガビリスをサーチしちゃえば、リンク召喚マスターボーイ、メガビリスの効果、ディパーチャーを除外して手札から特殊召喚、効果発動。ここでサンダードラゴン、それはエジルギミル。エジルギミルでサンダードラゴンを除外。超雷流で、次の超雷流をサーチ。メガビリスの効果で。これで、墓地のモンスターの数が足りなくなったので、蘇生はできなくなりますと。面白いデッキでしたね。対戦よろしくお願いします。王の棺、止めて意味あるかな。まあ出てくるモンスターを減らせるんだったら使っとくか。うららで墓地送りを無効にします。2回目、冥府の合わせ鏡、あんまり見ないカードですね。ドゥアムテフを墓地に送る。3回目、心変わり。なんか面白いカードが多いですね。ハーピ、イムセティ特殊召喚、ドゥアムテフ特殊召喚、ハーピ特殊召喚、うららを通常召喚。シンクロ召喚サイコエンドパニッシャー。ターン終了。さてどうしましょうかね。2枚プラス蘇生があるんだったら一応動けるんで、翡翠溶乱、エジルを手札に加え、そのまま召喚、効果発動。翡翠大権限を手札に加えます。で発動、エジルラーンを特殊召喚、エジルギミルをシンクロ召喚。ピックリッパー先使っとくべきだったな。ミクポーラの効果、手札から特殊召喚、効果発動。ベアトロンアルファを手札に加えます。手札から特殊召喚、効果でラディエーションを手札に加え、発動、死者蘇生。メガビリスを特殊召喚、メガビリスの効果、ハーピーを除外、ポーラスターを特殊召喚、ラディエーションでワンドロー。デュアムとイムセティを破壊してから王の棺を割りたい。そしたらポーラスターの効果、ミクポーラを除外してグランシャリオを特殊召喚、グランシャリオの効果、さらにラディエーションの効果、ワンドロー、
2枚破壊。ペアルクティ引けたらメガポーラの効果で割れたんですけど、しょうがないですね。このままターン終了かな。エンドフェーズにラディエーション。あ、ミスったー。戻しちゃったらメガポーラを出せない。このミスは結構痛いな。一応ビッグディッパーがあるので多少出てきてもって感じはするけど。イムセティを特殊召喚。お、もう一体出してくれる。そしたらビッグディッパーの効果、イムセティのコントロールを奪います。王の棺の効果、チェンしてユミル。王の棺を除外。デュアムテフの効果で2枚ドロー。王母の石壁、名推理。こいつらみんなレベル8なので8にしておきましょうか。ガーディアンスライム特殊召喚、石壁の効果、サーチして戻す。ガーディアンスライムをリリースしてゴッドスライムバトル。パニッシャーでユミルを攻撃。ナイフ削ってくれるのはむしろ嬉しいかな。ゴッドスライムでグランシャリオを攻撃。自爆。ターン終了は OK で、ラディエーションの効果、グランシャリオを回収。ドロー。エジルを召喚。効果発動。大権限かな。あ、そっか、なるほど。自爆特攻で相手よりライフを多くしたのか。なので、このターン、サイコエンドパニッシャーはどうしようもないのかな。セプテントリオン出せば、ゴッドスライムは処理できるんだけど、そう、この先が続かないんだよな。翡翠大権限。コスモクロアを特殊召喚。しょうがないので、ポーラスターの効果。ちょっとプレイングが危ういな。バトル。しょうがないので、イムセティでゴッドスライムを攻撃。あれ？なんで？効果を発動できないだけなのか。無効にはならないんだ。ちょっといろいろやってるな。守備表示にして、ターン終了。相手に追加でモンスターを渡しただけだった。死者蘇生。エジルユミルをパクる。それまずいな。セプテントリオン使わざるを得ないか。まあ使ってくるよね。メガポーラを手札に加え、効果発動。墓地のメガポーラを除外し、特殊召喚。メガポーラの効果、さらにラディエーションの効果。ワンドローで石壁を破壊。サイコエンドパニッシャーの効果で火力が上がる。守備表示モンスターを破壊してくるでしょうってところなんですけど、ライフ差が変わらなくなるので、ベアルクティ2体を破壊。お、むしろ殴ってくれるんだったら嬉しい。アクティにしとこうかな。効果発動、手札を捨ててワンドロー。こっちのライフ削ってくれるんだったら全然ありなんですけど、そっちを破壊してくる。エンドフェーズにラディエーションの効果。ちょっとしたライフ差でやられちゃうので、トレモラを特殊召喚。厳しいなぁ。とはいえ動かないとどうしようもないよなぁ。ここでエジルギミル。手札のモンスターは除外できないので、ニュクタナスをそのまま特殊召喚。
守備表示にして、カード1枚伏せ、ターン終了。さて、どうやって処理していくかだな。ベアルクティシンクロモンスター出せれば、1体はパクれるので、ゴッドスライムあたりをパクって、エジルギミルを殴れば、それだけでなんとかなるか。モルガナイト止めらんないよな。コスモクロアを攻撃。火力が、上がるので、違う、下がるので、クティの効果。コスモクロアを特殊召喚。ゴッドスライムでトレモラを攻撃。火力が下がるので、出るけど、あ、1000しか下がんないのか。トレモラの効果。エジルの効果。イニオンクレイドルがあれば、キュミルは止められるんだけど、ビッグディッパー捨てるか？捨てらんない気がすんな。翡翠溶乱。メガビリスを引けた。効果発動。特殊召喚。ラディエーション。それは、翡翠侵食。選べない。効果の対象に選べない。それはやってもうた。ラディエーション除外してドローは向こう。じゃあもう一枚発動。サイコエンドパニッシャー出しても結局こっちの方がライフが多いから。ティノーラを手札に加え、出してもしょうがないよな。モンスターをセット。ターン終了。ゴッドスライムが今効果無効だったので倒せましたね。翡翠侵食でゴッドスライムを無効にして、で火力上げて殴り倒すがいいのかな。どうすれば突破できるんだ。まあ、できたんですけど今。お？バニティルーラー。いやでも、エジルとゴッドスライムがいる状況に比べたらだいぶマシですよ。エジルを攻撃。伏せモンスターを攻撃。ヴァニティルーラーは殴り倒せるので全然問題ないです。バトル。サイコエンドパニッシャーの効果。火力が上がる。メガビリスで攻撃。さてどうしようかな。こっちのライフを減らさないといけないんだけど、4000ダメージだったら、食らえるので、でも攻撃してこないよな、そうなったら。どうすりゃいいんだ、これ。とりあえずターン終了。カードを1枚伏せ、2枚伏せ。バトル。当然火力を上げてきますと。こうなってしまうともう自爆ができなくなっちゃうんだよな。ティノーラの効果。エジルを特殊召喚。効果。翡翠呪縛を手札に加えます。と自爆してライフを削らないといけないんだけど、このターンのバトルフェーズに入ると攻撃力が8100になって、まだギリギリ自爆特攻いけるのか？そしたらそれぐらいしか手がないかな。じゃあもう2ビルいらないので、ニクポーラを特殊召喚。効果発動。さらにラディエーション。ここで無限包囲。両方止められちゃうのきついな。カウンターがゼロになる。一応使っときましょうか、ディオギニス。バトル。サイコエンドパニッシャーの効果で火力アップ。メガビリスで攻撃。ミラフォー。ミラフォーは翡翠侵食で止める。エジルを破壊。ミラフォー向こう。自爆。これでライフ逆転。伏せる意味がないのでターン終了。ラディエーション。さて、これで、あとは、こいつを倒せさえすればいいんだけど。メタルリフレクトスライム。ゴッ
ットスライムが出てくるんだったらもう終わりですけど。あ、そっか、それもあったら終わりだ。そもそも。いやー、これ勝てた勝負だったなー。メタルリフレクトスライムとミクポーラを除外。と思ったらまだ続くぞ。エジルユミの特殊召喚。それはエジルユミルで止めます。さすがにこれは止めざるを得ないよね。最高エンドパニッシャーの方を止めたかったんだけど、それはしょうがない。まだワンチャンある。もう攻撃力はいくら上がろうと関係ないです。カード1枚伏せてターン終了。ラディエーションの効果、これ使わない方がいいのかな。ドロー。ここでディーバを引ける。深海のディーバ通常召喚。効果発動。デュオギニス。ポーラスターをシンクロ召喚。ビッグディッパーの効果。サイコエンドパニッシャーのコントロールを奪う。バトル。火力アップ。ダイレクトアタック。もう勝った。しんどかった。対戦ありがとうございました。ちょっとお互いプレイングが微妙だった感じはありますね。